2020年の東京五輪が近づき、最近は 4K テレビが続々と販売されるようになりました。新型テレビも当たり前の薄型で、省電力と目覚ましく技術が進んできたようだ。そんな中で、テレビの発想そのものを変えてしまう、そんな予感のする新型テレビが話題になっていた。では、どうぞ。今回は、海外で大きな話題になっているパナソニックの新技術から。映像には、エレクトロニクスショー、シーテク・ジャパン2016で公開された、パナソニックの透明ディスプレイのデモの様子が収められています。その凄さは、実際に映像を目にしないとなかなか伝わらないかと思いますが、この透明スクリーンは、プロジェクターを用いて映像を表示するときは、テレビの映像や画像などを表示できる透過型のスクリーンに、そして映像を映さないときには、透過率約 70% の透明なガラス板になり、背後の商品や風景をはっきり見せることができるという技術です。海外の多くのサイトが、このパナソニックの新技術を取り上げているのですが、翻訳元の動画は、1日足らずで、再生回数が300万回を大きく上回り、コメントも1万5000ほど寄せられるなど、大反響を呼んでいます。外国人から、様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。認めよう。これは、笑っちゃうくらいにクールだ。イギリス。また日本の製品か。もう驚かなくなっちゃったよ。他の企業が、パクってヒット商品にするんだろうな。オーストラリア。大げさじゃなく、このテレビは、今までの常識を覆した。イギリス。これはテクノロジーなんかじゃねえ。魔法だ。ニュージーランド。久しぶりに電化製品で革命的なものを見た気がする。アメリカ。このアイデアはかなり素晴らしい。これからは砂丘に浮かぶ月でも波が打ち寄せるビーチでも窓から見える景色は何でもありになる。アメリカ。このとんでもない技術に感動しない人間なんていんの？アメリカ。未来のスタンダードをこんなに早く目にできるとは。ドイツ。こういう現状を変えてくれる新技術っていいよね。イギリス。お金さえあれば誰だって欲しいだろこんなの。チリ。このテレビは間違いなく業界に大きな影響を与える。イギリス。これ最高じゃん。BBC の受信料徴収員が家にテレビがあるか確認しに来た時にこのテレビならごまかせるもん。イギリス。BBC を黙らせられるよな。あんなバカ高い受信料払ってられるか。イギリス。BBC の受信料は強制徴収で年間2万円ほど。10年後の世界が映ってる。現代の技術の結晶って言っていいくらいすごいと思う。カナダ。これなら DVD とかゲーム機とかそういうのは全部テレビの後ろに隠せるようになるね。オーストラリア。これ新しいアイデアではないよ。日本が8年くらい前にプロトタイプを開発してたし。イギリス。いくらテレビがものすごいものになってもだな。問題は見たい番組がないってことなんだよ。オーストラリア。何度見ても何がどうなってるのかわからないんだけど。イギリス。ハイテク機器のことなら日本人に任せておけ。それから誰か俺にあのテレビを買うお金をくれ。アメリカ。これはコンセプトテレビなんじゃないの？これが数年以内に発売されるとはとても思えないインド。ようやく俺たちのところに21世紀がやってきたぞ。ドイツ。誰にも見つかりたくないものをあの中に隠せば、スクリーンを消さない限り絶対バレないじゃん。アメリカ。テレビ不要論を唱えてた俺ですら欲しくなった。イギリス。多分だけど、未来のテレビは全部こんな感じだろうね。ポーランド。アメリカ人にはハイテクすぎて使いこなせないと思うの。アメリカ。テレビにはまだ進化の余地があったのか。インド。俺たちは
なんてすごい時代を生きてるんだ。オーストラリア。昨日、新しいテレビを買ったばかりなのに、これのせいでもう古臭く見えるようになったじゃねえか。イギリス。ついにだ。ついにテレビに革命が起きたぞ。インド。完全に映画の世界。うん、未来はもうすぐそこだ。イギリス。サンタさん、今年はずっといい子にしていました。なので、今年はこのテレビをくれませんか。アメリカ。こんなもんサンタクロースだって人にあげたくないだろ。アメリカ。金持ちに金庫として売り出しても売れそう。イタリア。日本人の脳みそは一体どうなってるんだろうか。プエルトリコ。実際に庶民の手に渡るのは2056年くらいだろうな。アイルランド。直症。目をそらすといつも日本が先に行っちまいやがる。オーストラリア。このテレビで映画リングを友達と一緒に見たい。他のやつに棚の中に隠れてもらっておいて、クライマックスで突然飛び出てもらうんだ。フィリピン。確かにテレビは場所を取るので、この発想はなかなか斬新で面白いものだ。特に日本の住居だとこれだけスペースが助かるわけで、需要はあるのかも。あとは価格とかの問題だが、大量生産されればこれも解決する問題であろう。しかし実際に置くとなると、居住空間の考え方も未来志向しないと難しいのが実態なのだが。